このごやが建設途中の時にね、皆さんいろんな建設現場で、えー、この建物はまあ誰があの所有者で、誰がね成功してとかね、あの看板貼ってありますね。令和元年6月27日、えー、増築主はこの鵜飼協会代表の奥野さんって書いてあるんですね。<laughs> では、この十分の奥野さんのもんですよって。<laughs> 奥野さんやんみたいなね。そうなんですよ <laughs> 二湯二二ちゃんですえー、今日はですね、ユーチューバー一ノスさんとのコラボ対談後編ということで、えー、お伝えしたいと思います。こんにちは。こんにちは。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一ノスさんは、あの、えー、京都市長選挙に際して、えー、ご自身の,あのチャンネルで私のことを大変応援していただきましてですね、はい、ありがとうございました。そ、ねまあ、そういうのないののですその、まあ、そのきっかけっていうのは えー、私が府議会議員の時に選挙区であった京都宗教区の、えー、嵐山公園の中之島、ここに建設された魚屋ですね。この撤去の問題について、えー、私が京都府議会で、えー、取り上げたと。まあ、それをずっと追っておられた市野さんが私を取り上げていただいたことが、まあ、きっかけというふうになっておりますけれども、この問題を深掘りしてまいります。えー、後編ということで、えー、前編はすでに え、市野さんのチャンネルで、えー、もう公開済みでございますんで、こちらはぜひ皆さん、前編まだの方は、市野さんのチャンネルをご覧いただきたいと思います。えー、この概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで。はい、ということで、えー、先ほどまでね、ちょっとまあ、いろいろちょっと、えー、生々しいところをね、 えー、お聞かせいただいていたところなんですけれども、あの、いよいよね、確信に迫る質問をさせていただこうということでございます。えー、次のご質問なんですけれども、えー、このね、え、嵐山うかい文化観光振興協会に請求するべき撤去費用なんですけれども、えー、このね、撤去費用について、京都府としては、嵐山通船さんにも、 えー、並行してね、請求しているということなんですけれども、まあ、この後ですね、えー、嵐山通船祭の請求に関して、まあ、法的根拠がね、あるのかというところがね、まあ、私なんかすごく気になっておりまして、まあ、報道によればなんですけれども、まあ、うごやはね、えー、本当はその、うかい協会が、えー、このうごやをね、運営するということなんですけれども、まあ、ただ、このうごやは建築途中であるので、 まだあの嵐山海観光振興協会さんへの完成、えー、引き渡しが終わっていないというようなことなので、えー、発注者の嵐山通船さんが、の親の所有者であるでね、こういったまあ、議論というかね、えー、こういった解釈で京都府としては、まあ、嵐山通船さんにこ日、この適用を,をね。えー 出してほしいというふうにおっしゃってるんですけれども、あの、乳沼さんの、まあ、現場でのご理解としても、えー、同じようなご理解というような解釈でよろしいでしょうかはい、私が、あの、えー、令和5年の京都議会の、これ、常任委員会でね、質問したところなんですよね。京都、はい、府としては、その法律の専門家と相談して、嵐山通船にも、おその撤去費用を請求できると。 まあ、顧問弁護士だと思うんですけども、まあえー、と相談してですね、まあ、発注者であるということが、まあ、所有者であるということになって、だから撤去費用を請求できると、まあ、いうことなんみたいですね。法的にはね。うんまあ、だけど、まあ、あのこれ、非常に難し,い難しいというか、今の荒島通船の皆さんからすると、ちょっと騙されたと思うと思うんですけども、 あのー、このうご屋が建設途中の時にね、皆さんいろんな建設現場で、えー、この建物は、まあ、誰があの所有したで、誰が、ね、成功してとかね、あの看板貼ってありますね、えー建築基準、建築基準法による確認済みという、まあ、看板ね、えー、こう看板に、令和元年6月27日、えー、増築主はこの鵜飼協会代表の奥野さんって書いてあるんです。 僕のさんのもんですよって。こう <laughs> 奥野さんやみたいなね。<laughs> そうなんですよ。<laughs> ほんでまあそのあとにね、えー、令和元年の12月にこの新鵜飼協会のお月次報告会っていうのがまあ,あって、まあ、主たる役員の人が話し合ってるみたいですけどね、えー、このうごきは所有者は協会だと。うん。でいうことを確認してますしまた京都府に対しても、 このうごやの,まああの維持管理等について一切の責任は協会が持ちますという誓約書をですね、この許可、のの設置する許可申請の時にも添付してるんですよね。だから、京都府も初めはお金も協会が用意をして、協会があのその建設を発注してるもんだと思ってたと思うんです。で、 嵐山通線の皆さんは、あのー、今日はこの建設のに先だって、どう聞かれたかっていうと、なんか、ごやって1000万ぐらいでできるらしいと。えー、はい、で、その1000万も寄付で集まっていると。自分たちには負担ないと。自分たちのためにうごや作ってくれるなんて、本当にありがたいことだみたいなことで賛成してたらしいんですね。はい。で、えー、でも、蓋を開けてみればですね、あのー、まあ、要は、 前の、通船の前の社長、湯川さんが勝手に金融機関に、まあ、その自社のね、土地、建物を担保に入れて、1億4900万円ですかね、お金借りて、そしてもう、その、嵐山通船がうごやの件数を払っちゅうしてて、すでにもう8000万円ぐらい払っていたっていうことが分かって。 かそうですよそれで<う>、えー、自分たちが発注者やから就者だと言われてねで感染もしなかったものにそれ撤去費をさらに900万以上1000万円近く出せと言われてるまあこれはもう悲惨ですよねええー、あのー、先ほど申しましたねあのー、令和元年12月のその鵜飼協会の、えー、月次報告会でえー 所有者は教会になるって確認してるんですよね。で、資金は嵐山通船から教会が借りると。ね。で、それで、まあ、発注するという、まあ、ことに言ってるんでしょうね。で、通船がそのうやうやを借りると。教会から。ほんで、賃料をあの払ってくれるから、あの、要は、教会としては通船からお金借りても、ね。えー、今度は通船がその、 小屋を借りてくれて、賃料払ってくれるから、あの、もう借金はなくなるんですよっていうようなことこれを通信のねえ、皆さんに <laughs> 関係のないところで話し合ってるっていう、非常にこれ、なんていうんですかね、まあ、すごい悪質な経済事件だすごい、すごいですよね。はい。要は多分ね、教会の中では、あのー、 要は、協会の副理事長が当時の通船の社長だったから、通船の会社の中できちっとこれ合意しといてくれよっていうようなことだったんじゃないかなと。そういうふうにしか思えないですよね。しかし、そんなことって会社の中で話し合える必要、うん、絶対できないですよね。そんな。なん <laughs> であのすマスーんがお金借りて。冒頭 <laughs> が来ますよね。協、ね <laughs> ね、会に貸して、ね。で、その協会が建てた、発注した魚屋を自分たちその借りて、 なんか、お金なくなるわっていう、いや、それやったら自分たち、うごやいらないわっていう話しちゃうかなと。そうですね、今までのでいいですってなりますもんね。はい。まあ、あ<ー>実態はそういう中で、だけど、そうそう、あのもう、あのその前の通世の社長の湯川さんがあの、うごやの建設を発注してしまってたもんだから。だから、所有者でしょって言われたら。ね、だから京都府はそういう内情知らなくて。 ええ、知らなかったけども、なんていうんですか、あの、あの善意の第三者とかいうようなのに近いんでしょうかね。いや、京都府あ,<ー>あの、許可を認めただけで、公園に動い合わせて許可を認めただけで、で、荒島通信の内部で、要はなんか揉めてただけでしょうと。でも実際、<laughs> あ<の>まあまあまあ、そうですねよね。うん。いうことだから、まあ、京都府の行政としての対応としては、あのー、 それ以上ひあの、こういうなんかドラマを知ってるとね、嵐山通信、気の毒でね、京都府そこまでさなかのかと。しかし京都府としても、いや、私たちはそんな内情知りませんと、うん。で、きちっといろんな条件をつけて許可したのに、その条件を、あのー、もう、なんていうんです条件をクリアしてませんと。申請者の協会がしかももうなくなってます。で、設置期限も切れたから撤去し,してください。 しなかったら私でやります。費用は求めますって言っても、それに対して、なかなか反論ができないなと。うん。それなりに根拠はあるっていう、ね。そうですね。やっぱしね、行政なんてね、ねなかなかその、後から批判されることはしないですしね。うん。まあ、こういう、特に、あの、教会の財産、教会というか通詮の財産、うん、うん、を、まあ、 まあ、破壊するっていうことですからね。うん。まあ、でも、一応、まあ、京都府も、今回、まあ、小屋の撤去の話が出て、で、その、撤去費用を、もう、じゃあ、どっちも払ってくれないから、京都府で出しますってやったら、それは府民の税金を使うことになるので、まあ、どっちか知らないけど、とにかく、その、府のお金を使わないために、あの、うかい協会、もしくは、 嵐山通船さんに請求するっていうね、そのことは私も間違ってないとは思うんですよ。まあ、なんですけれども、まあ、一番ちょっと問題点としては、まあ、小屋の設置を許可した京都府のその当初の見通しが甘かったんじゃないかっていうことと、まあ、一番悪いのはその責任をね、全部負いますと言いながら、あの、現状回復義務をしなかった会協会だと思うんですけれども、 その、京都府として、今回のような国有地の使用許可を出す場合に、なんか、まあ私とか会社をやってて、まあ地元の銀行さんから融資を受けたりっていうことがあるんですけど、まあその時にまあそれなりの審査、融資審査とかも受けてて、で、この会社に貸しても、えー、取りっぱぐれないというか、まあ問題ないみたいなことを確認した上でお金を貸してもらえるわけなんですけども、 なんか、それと同じような感じで、あのー、京都府が、この、うっかい協会に置許化を出して、で万が一、その、えー、撤去とかしないといけないときにお金がかかるんだけど、でも、ちゃんとその、うっかい協会が払ってくれるみたいな、そういう,こう担保を取ったりとかいうことはしないんですかね、その行政として。うーん、まあ、 しないんでしょうね。まあ、だから、その公園、<あ>結局、公園を管理する、あのー、担当とすれば、いわゆるそのね、その許可の時も、都市公園法、都市公園法に基づいて必要なことだけ確認できたら、まあ、認めざるを得ないというか、まあ、認めると。うん、というとこまでで、例えばあれ、あの、小屋が建つまでに、いろんなところに、あのー、 許可申請をしてるんですね実はあのー、まずあの建物があの、まあ、風知地区内で、ね、京都市のその風知地区の、ね、いろんな決まりに沿うものかとかですね、建築確認、うん、まあその建物の構造自体等は、その京都市はまた違う、えー、部署に出してますし、あと国の、えー、国交省だとな、にもあの、それまた必要な手続きを出してるんですね。うん まあそ,れでそ,のそれ以上のことの確認というのは基本的にはまあない、うんですねその手続きに沿って、はい、書類も揃っていたら、はいはい、もう性善説ではないんですけども、はい、まあその団体を信用して許可をする、うん、なんかこう、予託金みたいな感じで、うん、万が一の時にいくらか預けてもらうとか、そういうのもないっていうこと。まあなないいので取ってなかったっててかたう 京都府の見通しの甘さっていう部分に関してなんですけれども、はい、実はちょっとこのうご屋の歴史を見てみると設置許可は実は2回出てますよね。1> うん、であの1回目があの2019年5月っていうのが今回、まああのえー、話題になってるうご屋なんですけど1回目が2018年の11月に 許可されてて、で、その時のうごやの設置場所っていうのが、まああまり良くなくて、なんか報道によるとなんですけど、日中友好協会が建てたこう、えー、記念碑みたいなのがあって、で、うごやをそこに建てたら、そのうごやの周りにこう植える予定の樹木が、記念碑が中国の方を向いて立ってるのに、その記念碑、 の、えー、視界を遮るっていうかそう、中国の方向いてないってことになるので、それでその日中友好協会が、まあ、怒ったというか、京都府に、えー、クレームというか、あの、言ったっていうような経緯があったと思うんですけども、なんか、まあ私の情報ではなんですが、えー、その時に、その1回目の設置許可を出す時に、京都府としては、そこにそういう記念日があるから、日中友好協会さんに、 ここにうごやを立ててもいいですかっていう許可を取ってから申請してくださいねっていうような話になってたのに、結果なんかそういうことになって、京都府が、あの、日中友好協会の許可を取ってくださいねって言って、取りましたよって言って、その申請書が出てきたのに、取ってなかったやないかみたいなことになって、一回ちょっと頓挫したみたいな。 ことになってるみたいなんですけど、なんで、あの、京都府が、なんでその時に、なんて言うんですかね、ちょっと、この、うかい協会ってあんまり信用ならないよね、みたいな、うん、まあ、そんな話にならなかったのかということ、ちょっと思うんですけれども、うんうん、まあ、普通はダメじゃないですか、なんかそういう、あの、大事な国有地を使わせてあげるっていう時に、嘘ついてたよね、みたいなことになったら、そう、一回目の、 とかももちろん取り消しになるし、これ2回目の申請とかダメよみたいになると思うんですけど、そこら辺が2回目もこうスッといったのは、どういうふうにお考えになりますかうん。やっぱし、京都府とか京都市が一生懸命だった案件なんじゃないかと思いますね。うん。うんあのー、今、あそこの公園にある、まあ、いろんな商業施設なんかは、 基本的には、その、例えば今ですよ。今はそこで見せしたいんですって言って、まあ認められないです。はい。あれはもう、例えば公演になる前から、もういつからやってるかわからないとかいうかね、そういう古いものの既得権を認めているということであって、で今新しく何かを立てるっていうのは、まあ、先ほどおっしゃった、あ、え、のー、付箋を、ね、誓うようなまあ石碑であったりとか、まあそういう、う非常にその、 公共的なもの、まあ、モニュメントみたいなものぐらいはいいとしても、やっぱりなかなかね、あのー、それ以外のものって難しい、うん、し、ええー、だからそういう中にあって、例えば、うごやができたっていうのは、まあ、そもそも京都府も、あの、やろうと思ってたし、京都市もやろうと思ってたっていうことじゃないかと。まあ、実際は、そのうごや、うかい協会がまあ申請するんだけども、一そういう、まあ、協会だけ、 力ではなかなかうまくいかなかった。京都府も京都市も、まあ、やる気だったと、うん、いうことだと思うんですね。うん、なので、あのー、一回、この先ほどのね、えー、京都府があ確認してくださいよということを怠った。本来、信用を失ってしまう。にもかかわらず、またあ、簡単にできてしまうと、えー。大執行の時に撤去の理由として、防災面でも適当だと。ね。 防災面でも、残ってるから防災面でも、<laughs> もうそういうことがじゃ防災面でも適当だろうっていうところに立っているということは、やっぱり、あの、そういう京都府京都市の力が大きく作用しているというふうに思いますね。うん。まあ実際、あの、あ前の市長の角川大作さんは、あの、教会の特別顧問ですかね。で、そうなんですかはい。はしか、えー、し あのそういう教会の行事に何度も出席をされていると。うん、あと、まあ、この鵜飼の件がね、えー、週刊誌なんかにもこう報道されたときに、えー、京都市の職員も京都府の職員も、まあ、いろんな接待を受けていたと、うん、いう中で、まあ、例えば今の副知事である古川さんという方の名前も出てましたしね。うん やっぱり相当このまあ、<laughs> 教会という民間団体が申請はしてるんだけども、これは行徒も行徒もやろうと。うん。まあそういうことだったというふうに思いますね。なんか相当の後ろ盾があったみたいな感じ。うん、もう特別ってことですね。うん、うかい協会は。まあそうでしょうね。うん。で、結果その、あっさり解散したわけなんですけれども、 でその2021年の6月に、えー、解散したということになってるみたいなんですけど、なんかその時にこそ、あの小屋どうすんのっていう話が京都府から、その、うかい協会に出てよかったんじゃないかと思うんですけど、その時のその、何ですかね、追い込みじゃないんですが、そ撤去費用どうすんのみたいな、その京都府からのうかい協会の追求みたいなのはなかったんでしょうか いやまあ、その時から話してるんでしょうね。うん。してて、おそらく、あのー、その話をする中で、実は発注者が荒山通船ということになっているということに気づいてここで知ったみたいな感じなだと思いますね。うん。これは、あのー、いやいや、内々で聞いたら、もう、なんていうんですか、もう、教会って、 もう多分お金も払えへんからでいろいろと調べたら発注者は通船んさんだから通船んさんよろしくお願いしますというふうに小島社長は何度か京都府の担当者に、あのー、言われたとおっしゃってました<れ>うんえっ、ー、と鵜飼協会が京都府になんか一筆入れてるじゃないですかこう全責任は鵜飼協会がやりますみたいな、はいはい、あれがまあ私個人としては、うん あの、いろんな、こう、設置許可を得るにあたっての、まあ、いろんな申請書類の一部だと思ってるんですけど、あの、なんか、えー、確約書みたいなものだけ、後付けで、なんか、京都府が、あの、迂回協会に要求してるみたいなんですけど、やっぱりその、えー、いろいろ、こう、設置許可を出したりして、具合の建設とか進んでいく過程で、なんか、京都府側としても、あなんか、ちょっと、やばいみたいな、 なんか、一筆取っといた方がいいんじゃないか、みたいな。そういう感じで、うん、あの、各役所が出てきた感じです。うん、どうでしょうね。まあ、あの、最終的に、ちょっとね、その、事実関係わからないんですけども、そうですね。まあ、いろいろと協議して、あの、まあ、非常にだから、イレギュラーな許可なんですよね。だから、あの、何かがないようにないように、 あ,のあった時にも対応できるように、うん、ということだったんじゃないですかね。だからそういう意味では、本当に、市野さんがおっしゃってた予託金じゃ取っといたらよかったんちゃうかとね。そうですね <laughs>、まあええ。だけど、まあまあ、うん、そうですね。こんだけイレギュラーなんだけど、そういう誓約者まで欠かせるんだけども、認めますというぐらい、京都府も京都市も、気歩きだったんだろう。<laughs> もうそこに話が戻る <laughs> うんいや普通はないと思いますよ。るやるぞ、みたいな。うん。それで、あ,<ー>あの、い年の賃借料が無料だと。うん。いうことだとしたら、それはなかなか、うん。難しい話ですよ。で、この、中に浮いた990万円の撤去、えー、費用なんですけれども、 あその、もちろんね、あの、府民の、京都府民の方の税金で支払うべきようなお金じゃないですし、まあ、あの、嵐山通船さんも払わないと言ってて、うかい協会ももちろん、あの、払わないと言ってる中でなんですけど、まあ、何かこう、別の方法でこの費用を捻出するとしたら、まあ、例えばなんですが、京都府として、うこういうことで、なんかその、設置許可を出した、あの、団体さんからお金が取れないんで困ってます、みたいな感じで、 クラウドファンディングを立てたりとか、あと、そのなんかふるさと納税みたいな感じで、あの小屋の撤去費用を応援しますみたいな、なんかそういうのっていうのはやっぱり京都府としてはあの手続きとしてできないものなんですかね。こう一般からの寄付というか、応援を募るみたいな、そういう手順っていうのは、うん。まあ、それは京都府が今、行政代行を行して、で、費用、撤去費用は、うん。 普通の会協会と嵐山通船に求めると、これが正しい手続きだというもとにやってるんで、それ以外のことをすると、<laughs> じゃあなんで大執行してんのという話になりますし、あ<ー>それはあの、まあ、しないでしょう。京都府がそこまでやるべきものではないや,やると、自分たちの行政手続きを、まあ、自分たちで否定するような話になりますからね。 うんまあ、だから、こういうなんを気の毒だなと、うん、思う周りのね、人が、まあ、やったらいいとは、呼びかけたらいいとは思いますけどね。うん。京都府はやらないだろう。まあちょっと相当こじれてる状況なんですけど、まあ、二宮さん、個人の見解としてで全然構わないんですが、はい、これ、はいあの、解決するための一番ベストな方法みたいなのは、うん まあどういう方法がありえると思はい、まあ私はですね、あのー、京都府がもう行政大執行に踏み切っていて、で、だから自分たちがやってる手続きに瑕疵はないと思っているわけで、で、一方で、あのー、教会のことは分からないんですけども、嵐山通船さんは、あの全然自分たちの、まあ、会社として、 えー、意思決定してないところで、えー、前の社長が勝手にやったことについて、なんで自分たちがあの借金も、ね、ウーア建設で借金もお背負わされたのに、えー、その撤去費用まで払わないといけないんだと。まあ、絶対飲めないでしょうね。なので、まあ、これでその,その撤去費用について、まあ、法廷で争されるということは、もう避けられないんじゃないかなというふうには思いますけれども、あの私がこの 一見をですね、えーにまあ、教えていただいて、いろいろと知ったところですね、まあ、この行政代執行の手,つ、まあ、手続きが正しかったか正しくないかということが、このことの本質じゃないんですよね。うん。嵐山通船の内部で、えー、前の社長があの、その、いろんな船頭の皆さん、ね、関係者の皆さん、株主の皆さんに、全く断りもなく、 あのーまあ、会社の土地建物を担保に、えー、巨額の融資を受けて、えー、そして、えー、もう民事でも、これはあのー、この社長としての、まあ、支出としては不適切ではないというような、ね、判決、まあ、もう固まったような、まあ、損害賠償請求、ねえー、が決定したような、まあ、そういうお金の使い方をしたりとか。うやんで、まあ、のあんあなもう 決してそうには見えないんですけれども、あのー、もうすでに8000万ぐらい上野建設に払っているだとか、まあそういったあこと、で、これに、えー、京都府とか京都市、えー、が、あのー、どう関わっているのかと。っていうようなことが、やはりもっとみんなにしてほしいし、行政として不適切な関わりがあったとしたら、これは絶対正していかなければならないと。 まあそういうところだというふうに思うんですよね。うん、だから皆さんにこの問題はあのー、大いに関心を持っていただきたいなというふうに、まあ、思いますね。うんまあ、解決方法っていう、ね、ことなのかどうかはちょっと分からないですけどもね、うん、もうこう裁判にまで発展して、うん、もう白黒じゃないんですけどいろいろ話が表に出てはっきりした方がいいみたいな。 まあ、なんでこんなことになっ,てなったのかというね、その背景の部分ですね。うん、まあ、あの行政代執行した、まあ、撤去費用990万円は結局は誰かが払うことになると。まあ、しかし、なんでここに至ってしまったんだと。うん、先ほどの話で、なぜ、えー、こういうああいう公園の中で、 ああいうその防災面でも問題があるというふうに京都府が撤去の時に言っているようなものが立ったんだと。うん、で、えーまあ、そこに、まあね、それを許可申請をした鵜飼協会には、ねえー、京都市のいろんな人、その会に参加しているわけですから。うん、で、えー、その鵜飼協会の、まあ、副理事長であった通船の前の社長さんは、 いろんな京都府の人間、京都市の人間といろんな会食を重ねてね。うん。ということはもう、数時間市にも報道されていた通りですからね。なんでこんなことになったんだと、その背後の部分ですね。うん。これは、やはりまあもう、議会の、議会の問題をまあ超えてるっていうのかわからないけどね。もう、これはもう、どんどんその、えーまあ、民事を超えて、もう刑事事件みたいな、まあ、 部分になりますけどね。うん、この辺りのことが、あーそ,うまあ、そういうね、まあ、その刑事事件でもなく、そういうことがあの明らかにならないと、この嵐山通船の皆さんはもう納得はされないんだろうなと思いますね。分かりました。すみません。いろいろ今日は、ね、お話聞かせていただきまして、ありがとうございました。 で、あのー、すいません。ちょっと私のご視聴者様からもですね、あの、いくつかご質問を頂戴しておりまして、ここ、はい、からちょっとご視聴者様からの、えー、ご質問にお答えいただくという感じで、えー、進めていきたいと思うんですけれども、私がちょっとご質問を読み上げさせていただいて、で、はい、リノイさんにお答えいただくという形でさせていただこうと思います。はいえー、まず、えー、一つ目のご質問、えー。とても口には出したくありませんが、京都が C 国に えー、侵略されているのではと耳にしたことがあります。本当なのでしょうかということで、このシーコっていうのは、あのいわゆる、まあ、チャイナということですけれども、どうでしょうかいや、侵略って。<laughs> <や>侵略とまでは。それはまあ、けど <laughs> <ら>、うん。だけど、あのー、この前の市長選挙でもね、あのー、京都はあのー、本当に街中中心に、 不動産がどん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 高くなって、子育て世代もどんどん流出してしまっているというね、これ、どうするんだということも一つの争点だったわけなんですけどもね、これはやはり観光、どん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 観光客が押し寄せて、京都にさらなる注目が高まっていくという中で、やはり京都の物件は、外資の皆さんからも注目の下で、 世界的に見たら価値はあるのに安いと。うん。これは買いだということであの、たくさんね、買われているという話はありますよね。うん。まあ、そういや,やっぱものすごく外国人の人、今多いんですか、京都市に。観光の人と混じっちゃって分かりにくいと思うんですけど。あ、居住者ですか。京都の街中って、マンションはもうオークションになるけども、 もう市民が勝ってんじゃないと。別にあの,あの、外国の方だけじゃないし、中国の方だけじゃないと思いますけどね。うん。そういうふうな状況ではあると。うん。なので、そうですね、不動産持ってても、でも、生活されてる方がそれほど多いとは、うん、思わないですけど。 観光客が多いでしょ投資用みたいな投資用不動産みたいなそんな感じそうですねそういう部分もあるし、まあ、別荘っていうか別宅っていうかねうんもうありますしありがとうございます、えー、次のご質問です山科鳥類研究所は府民にとってどんな立ち位置なのでしょう府民なら誰でも知ってるものでしょうかということなんですけどちょっと解説を入れさせていただきますとこの山科鳥類研究所というのは あの、これまでね、ちょっとお話をしておりました、あの、うかい協会の、えー、理事長の方が、ま、所属していらっしゃったところで、ま、奥野さんってね、でこの理事長の方が、この山品鳥類研究所の、ま、所長さんでもあったということで、もう退任されてるんですけど、えー、この山品鳥類研究所は、海にとってどんな立ち位置なのでしょうということでございます。いやもう、まあ、ほとんどの人知らないんじゃないでしょうか。 も、うん、う、だから、大体ですよね。やっぱりその、皇室系に詳しいとか、はい、なんか、そうですね。すね私のこう視聴者様だったら、ほとんどん知ってらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、一般的にはどうかと言われると、はい、何それっていう。私はそですはい。わか <laughs> ります。はい。えー、次のご質問です。えっと、えー、私の動画の視聴者さんですね。私のチャンネルの視聴者さんは、 ほとんどが皇室天安を改正して、年の宮愛子内親王殿下を天皇にと強く願っていると思っています。えー、私もあの宮家に皇統が移るくらいなら、皇室そのものがなくなってもいいと思っています。日本も水戸天皇、地頭天皇、えー、元明、元祥天皇など存在します。皇室天安を改正して直系長子を天皇に、これをどのようにお考えでしょうか。うん。はい。まあ、あの、団系、団系系層でね、 あのずっと行為が継承されていた中であの歴史上には女性天皇もおられるので私もまあ女性天皇があのこれからの時代にあってもいいというふうには思っております。はい、またちょっと選挙の話に戻ると思うんですけど、はい、あの結構、まあ、私のチャンネルの視聴者様は特にあのその女性天皇まあ 切望を希望しておられる方がたくさんいらっしゃって、まあ、ちょっと下世話な話になるんですけど、結構ここ、評伝になるんじゃないかなと思ってまして。<laughs> はい、<laughs> なんか、なんで政治家の方が、なんか誰もこれを言ってくれないんだろうみたいな。なんか、そこまではいいんじゃないかなと思う。まではよしみたいな感じでおっしゃってくれないのかな。うん、でも歴史的にはね、 っていうのはね、まあはい、ありましたので。なので、あの、なんかこう、国体を大きくこう、変更を迫るというようなことではないですよね。うん、そこまではっていう感じはするんですね。そこまでそうしといて、じゃあその次どうしましょうは、またあの、もう私たちの世代じゃなくなると思うので、次の世代が考えればいいかな、みたいな。まあ、私は、 特にですね、まあそういうチャンネルを運営している立場上、そのような、まあ、あの、希望を持っているという感じなんですよね。<laughs> はい、ありがとうございますえ。次のご質問です。京都市民の方々は嵐山通船の件、どのくらい認知していらっしゃるのでしょうか。えー、また、秋子城はずっと京都にお住まいですが、総京構想を実現させたい人々に利用されているのではと心配しています。そのあたりのご意見も聞かせていただけたら嬉しいです。 いいうことでございましてちょっとまたこれも解説を入れさせていただきますと、あの秋じ城っていうのが、あの三笠宮家ってね、冒険というか、宮家が、えー、あられまして、でその三笠宮家の,の、えー、ご長女が、えー、秋き城という方で、今、えー、京都になんかマンションを購入されてあって、あの主に京都にお住まいっていうね、ねこの秋子城というのはそういう方だというございます。 はい。えっと。あ、嵐山通船の認知度ですね。えー、はい。嵐山通船の事件も、はい、まあ、ほとんどの方は知らないっていうか、うん、と思いますね。まあ、特にね、あの、この前、えー、行政らしい行が始まりましたということは、いろんなメディアで、えー、報道されましたので、そういうことを知っている方は増えたと思いますけども、 な先ほど申しましたね、私ね、この事件の一番の解決は何ですかと。まあ、行政大執行は誰か、まあ、おそらく、ああ教会と通選が費用を払わないといけないことになるとしても、なんでこういうことがあったのか、その背,背景にはどういうことがあるのかと、ね、いうことについては、ほぼご存じないと思いますし、まあ、今日、まあ、私もちょっとあの先ほど申しましたような、あ前編で申しましたかね。 小島社長との出会いがなかったら、ここまで深く知ることはなかったので、まあ、京都府議会でも、こういうことは、府議会議員もほとんどの人が知らないと、思います知らないのっていうのが、結構その私も特にまあ関心を持っていろいろ調べてるからかもしれないんですけど、あの報道が少ないっていうか、まあ、その報道された記事を見ても、 の、その観光協会がほとんど出てこなくて、単純にその京都府とあの嵐山通線さんの,の揉め事みたいな風な記事にされてるんですよね。なんで奥野さんの名前も出てこないですし、なんでそのあたりの詳しい背景を報じてくれるメディアがないので、まあ、普通にこう記事を読むと、でもその嵐山通線さんが発注主だったら、 もちろん、嵐山通船さんが撤去するべきだよねっていう、なんかそういうシンプルな,なんか問題に移ってしまうと思うんですよね。うんはい、なんで、はい、結構メディアの人はもうちょっと関心を持ってほしいなうんうん。まあ、これは本当にその嵐山通船という社内をね、舞台にした、非常にまあ,あ、中小零細企業としたら、あの1億5000万、2億近いお金が、 あの当時の社長の一存であの、まあ、消えてしまった、疲、うん、れてしまったという、まあ、大きな経済事件なんで、うん、こういうところが、まあ、なんてうんですかね、事件として、えーまあ、成立するというか、事件として取り扱われるようになれば、また違う報道がされるないそいうですよね。うんうん、どっちかというと、そっちに光を当ててほしい感じはします。 つはずだったのに、閉じて止まっちゃった、まあ。政権的にはそういう事件ですね。で、止まっちゃってて、えー、その設置許可基準がもう切れちゃったと。じゃあ、誰が提供するんだと。ね協会は解散した。で、発注者と分かった荒島通船は、あの名、韓国命令に従わないと。ね。 っていうところが、まあ、世間的な事件だったわけです。そうなんですよね。ねそして、そうい済執行になったと。こ,まあこれ、今まではここの段階なんです。じゃあ、なんでそういうことになっちゃったんだということが、先ほど申したような、荒島通信線を舞台とした大きな、まあ、中小零細企業としては大きな、まあそのえー、経済事件だって。ね、で、ここにいろんなこの社内のお、まあ、記録に、えー、その行政、 の関与も疑わせるようなものがあったりとか、それまたその山科調理研究所の当時の所長だった奥野さんという方は、皇、あのーね、室との関係もあって、その皇室の名を語りながらね、通船からお金をたくさんもらっていたというようなこともあってね、まあ、こういう背景があるということがこう、まあ、例えば報道機関が報道するに値する、例えばその事件であると。うん いうことになれば、また全然違う見方が、うん、見え方がしてくるんだろうなと。うん、だからこれが解決、先ほどの、ね、話に戻りますけど、解決なのかどうかわからないけども、子どもの真相が、これが一番近い、そ,そこがことの真相なんで、まあ、そこに光が当たることがですね、大きなまあ損失を被っている荒島通船の方々が望む、そしてまあこういうことを知って、知ったときに多くの、あのー、国民、 まあ京都府民、京都市民は通船なんか、今の荒島通船の皆さん、かわいそうだなと思うと思うんで、まあそういう人たちから見た、あの、えー、まあ解決、うん、事件のまあ真相解明、ね、そして解決につながっていく道筋じゃないかなと思うんですね。うん。だけど、例えばこういうことを知ったとしても、例えばなぜみんなが知らないのかって言ったら、あんまり触りたくないですよね。 議員行,行政マンが自ら、行政がわざわざそんなことを明らかにしないだろうし。で、議員が、例えばこんなのを知ってえ、そういうことを議会で取り扱うかったら、なかなかそれはわざわざやらないと思いますね。うん。だから知らない。はい。そして、すいません。あきこじょうと、あきこじょうと、総教、はい、構想。で、はい、総教構想っていうのはあれですかのあの、今、もちろん東京が首都だけど、はい。京都にもみたいな。 そうですこれは私もね、実は議会で取り上げたことがありまして、はいはい、まあ、あのー、京都人は、あの東京、遷都、まあ、これもまあ、マニアックな人ですけどね、あの東京に遷都したんじゃないと、テントをしたんだと、<laughs> 今でも東京が首都である根拠はないみたいなね、えー、法的根拠はないと。で、えー、この首都直下型地震なんかも、この、いつ起こるかわからない、えー。あるいはその 東京一極集中。ね。経済と政治の今の中心は東京であっても、やはり歴史的に文化の中心は、あの、この近畿圏京都じゃないか。で、そこに、その日本,国日本国民統合の象徴である、えー、天皇陛下。天皇陛下がさすがに、あの、いろんなご幸運もあるから、かなわないとしても、皇族のどなたかが京都に住まわれて、その文化の象徴である、えー、その京都というものが、東京と並んでね、二つの京都だと。 ね。あの、京都と東京都だと、<laughs> みたいなね、まあ。まさにそうです。ね。ね東京都。感じでですね。まあ、思っている、まあ、誇り高い京都の人、また、いるわけです。ね。私も、まあ、議会で取り上げたことあります。はい。で、ただ、京都の人も、その、総教構想って,ってか、そんなにピンとこないです。うん、このワード自体が普及しているわけでもありません。で、愛子女王様は、 あのー、京都府なり京都市のいろんなこう主催するイベントなりに、えー、来ていただいてお話しされてね、えー、ご挨拶いただいたりとか、学者でやられるんで、講演をされたりとかね、もうございますが、まあ、総教構想との、まあ、なんていうんですかね、関係というのは、あのー、そこまで、えー、僕はないか、まあ、ただ、あ、え、き、ー、城にご臨席いただいて、 ね、お話をいただくっていうことは、京都に高等の方お住まいだよと、総教構想してもいいんじゃないのっていう、まあ、意図を持っておられる方も、まあ、行政マンの中にはいるかもしれませんけどね。うん。まあ、利用されているというほど、熱心に総教構想の実現を、えー、しようと思っている今、行政マンなり、例えば京都を代表する著名な方って、どんどんおられない。 ちゃうかなと。だから利用されてるというほどのことはないんじゃないかと思います。はい。ありました。ありがとうございます。えー、次のご質問です。えー、自民党にいらした経験から府議会で女性天皇について話し合ったことがありますか。あればその感触はどのような感じだったでしょうか。でもう一つは嵐山の件は副知事、えー、副知事からしてああちら側にあちら側にどっぷり取り込まれているけどえー、これはどうして こうなったかを議員ご自身の見解で良いから話していただきたいです。で、このあちら側っていうのは、あの奥野さんなどは、まあ、その背後にいらっしゃる皆様とかはい、そこら辺じゃないかなと思います。うんはい。まあ、あのー、府議会で女性天皇とか皇室典範とかっていうのはほとんど話題にならない。かったと思いますね。<laughs> うん、あのー、そういうことを熱心にね。 コース転換のことに取り組まれておられるような団体があ要望に来られてなんかこう資料を置いていかれたりとかまあそういうことがあったとしても一人一人がその自民党議員の一人一人の問題意識でえー、コースは関わるべきだとかいう話をまあ熱心にされていたっていうこと方ってまあ、まあまり記憶がないですねはいあの何その議員の議員の方の中でもこう 何が何でも男子じゃなきゃダメだっていう感じの方ももちろんいると思うんですけど、そこまでその。まあ、についてね、はい。法質についてね、そこまでね、あのー、きちっとしたね、あのー、見識を持って、えー、普段から、えー、それに取り組まれてるっていうような方って、京都議会の自民党で、特にそんな、おられなかったと思います。 はい、逆に言うと、表現になるなら、多少そその、例えば女性天皇推しでもいいかなみたいな、そういう方もありえますかね。それとも,もうやっぱり自民党の、だったら自民党のポリシーがあるので、党のポリシーに従いますみたいな。この問題、そこまで考え、そこまであの熱心に考えてるっていう。 人がそもそもそんなにいないと思います。そうですよね。まあいろいろありますのね。他に。はい。そして、えそして、えっと。嵐山の問題。嵐山について。はい。ちょっと、さ、あの、さっきのご質問とちょっと被りますけれども。嵐山の問題をどのぐらい知ってるかということですね。はい。まあ、あの。知事が取り込まれたっていうか。 まあ、ほとんどな何もあの自覚がないっていう感じじゃないかと思いますね。あのまあ、いろんな資料をさせていただくと、先ほどの協会の役員にまでなったのは、えー、京都市の前の人の角川大作,さん、ね、大作さん。この角川さんは山科潮流研究所と所長、えー、であって、で一般社その鵜飼協会の、まあ、理事長に、まあ、なられたあ奥野さんの、まあ、同級生だと。 ということで、まあ、ここはもう個人的な人間関係で、あのー、つながっていて、なので、こういう協会立ち上げるぞと、ね、うかいサミットもやるぞと、で、うも建設するぞということについて、あの、その奥野さんは角川市長に、まあ、いろんな、まあ、相談なり報告もされてたということなので、えー、ここはものすごく、うん、一枚岩だと思います。で、こういう体制であるから、先ほど申したような、 あの京都府が今管理している嵐山公園の、ね、中野島に上を立てたいという時には、まあ、これはただことではないと、ね、京都市もこんな気歩きなんだから、そして、まあ、あの今の副知事であった当時、まあ、担当の部長であった、ね、副知事も、まあ、そういう協会との関係があ,あったということなので、うんまあ、ここはあの一緒になって、じゃあやりましょうかと、まあ、いうような感じではないかというふうに思いますね。 まあ知事はちょっとよくわからないです。うん、ただ、なんて言うんですかね、あのー、角川さん知りませんけどね、例えば、その京都府の関係者が、その嵐山通船の中で、実はこのことをずっと動かしたのは、当時の社長だった湯川さんであって、で、その湯川さんがこんだけお金を借りていて。 そして、もう、うごやの発注もしていて。ね。でも、それは嵐山通船の中では全然みんなと共有できてないことで。みたいなことを、そういう事実、実態を知っておられた方はほとんどいなかったんじゃないかと。うん。ほとんどというか、いなかったんじゃないかなと思いますよね。うん。だから、まあ、あちら側にどっぷりと取り込まれているというか、<laughs> まあ、無自覚に,に、まあ、別に、あそこにうかいごや、ね、うごややってもいいんじゃないのと やろうよ、やろうよとい,、まあ、いうような感じだ <laughs> と、うんえー、思いますね。はい、今となっては自分たちが巻き込まれたっていうふうに <laughs>、この事件に巻き込まれたと、<laughs> で、はるんじゃないかと思いますね。あの基本的には角川前市長っていうのは、割と面倒見がいい性格なんですかね、その何事においても。 あのね、まあ、角川市長のことで言われるのは、ちょっとは現場主義っていうかね、えー、いろんな、まあ、ところに行って、で、一緒に、あとその、一緒にまあ、取り組んでね、何か成功を出したいって、まあ、そういう性格であると思いますよね。うん。まあ、なので、この迂回いのことも自分もしっかりとこの教会で、え、やろうよとね、まあ、そういうことだったと思うんですよ。うん。まあ、お金のことについて、 そのうごやの建設のこと、ねえ、そのえ資金のこと、ね、嵐山通船内部のこと、どこまでご存知ですかないはい。うん、はい。えー、あ、すみません。次の質問で。えー、二ノ井さんは今後も何らかの形でこの問題に関わっていかれるのでしょうかもうここまで喋ってますしね。<laughs> そうですよど本当、っぷりですよね、えー。そうですね。いや、まあ、だけど、やっぱし、僕、共同不議会の あので、質疑したときもねあの、これね、6月29日の環境建設委員常任委員会というところでの質疑の最後に、僕も読み直し議論読み直して、えー、あったんですけどね、やっぱりここまでいろんなことを知っていくと、荒ら通線、今の,この方々、非常に気の毒だと。うん、だから、そういうことを京都府もよく知って。 方がいいよと、うんまあ、先ほどね、それと矛盾するようなことを申したかもしれません、京都府のこの行政大執行、そして費用の請求、ね、まあ、これはまあ顧問弁護士とも相談してるんだろうし、まあ、たぶそう、まあ、こういうことになるんだろうなと。そして、ね、市松さんからの質問の,あの、その撤去費用を京都府が呼びかけてクラファンなんかできないのか、まあ、それも。 自分たちがやっていることを否定するようなことになるんでできないだろうなと。まあ、しかしね、それを知っておいてくださいねと。うん。あの、どこかで京都府としても、あの、お指導があったんじゃないですかっていうことぐらいを持っておかないとね、とはね、ええー、まあ、思いますしね。だから、あのー、まあ、そういうことを話してましたし、うん、今、これに関わってるっていうのは、やはり私が身近に知ったね、 あのこの社長がこんだけの苦境に陥っているわけでね、うん、私たちは騙されたんですよと、ね、もっと広くの人に、多くの人にこのことを知ってほしいと思っておられるわけで、まあ、私の立場でご協力できることはしたいなと思っておりますし、そして、この今日のあの動画があるということなんです。ありがとうございいますはい <laughs> えー、次の質問ですが、ちょっと長いので一気に読み上げたいと思います。えー、質問1、嵐山通船の問題に、秋篠市が山品鳥類研究所総裁として関わりがあることについて、2、えー、200万円かける2回、えー、その妻や息子が数万円の土産を受け取ったとされたことについて、えー、3、うごはそもそもどのぐらいの価格で建設されたと見積もれますか ?4、小島社長のおっしゃる、えー、A、氏これはあのー、 えー、宮様ですね。えー、宮様ですね、えー。マネロン疑惑についてマスコミ各社はうまく削除し、放送したようですが、そのことについて。五、えー、先月12日に、えー、宮内庁、定員課長がお亡くなりになられましたが、定員課長という立場の方と、山科町立研究所、嵐山通船とは関係があるのですか、えー、?6、えー、上記について、市民、京都市民の方々、どのくらい関心をお持ちでしょうか 30年前まで京都市民だったものです。お答えできるものがあればよろしくお願いいたしますということで、まあ、お答えできるものがあればということなので、お分かりの範囲でお願いいたします。はい。まあ、あの、このね、事件に、そ,のそれこそ山の鳥類研究所の当時の所長だった奥野さんが、秋篠宮様のお名前をね、使って、えー、その、なんていうんですか、お金がいるんだと。ね。でそれは アラシャマ通船の手書きの水筒簿っていうか、にも書かれてたと、メモに書かれたということは、まあ、もう報道されておられるんでね。うん。あのー、まあ、そのことの真相はわからないんですけれども、まあ、あの、迂回サミットにもお招きするということを、奥野さんは言ってたみたいで、まあ、僕はうまく、騙され、まあ、それで、 あの湯川さんが本当に、えー、騙されたというか、いうようなことなんじゃないかなと、うん、思いますね。うご屋のね建設って、あのー、1億ぐらいかかるという話だったんですよね、本当は。<laughs> まあ、<laughs> もそんなものね、はい、見えないですよね、えー。見えないですよ。まあ、小島所長も生前いい2000万ぐらいちゃうかと。 あの、近隣のね、あの方も、あれ見ておられますよね。で、そういう方々も口々に、やっぱりまあ、それは高くても2000万ぐらいちゃうかと、うん、おっしゃってるんで、まあそこから、この、先ほどのね、マネロン疑惑ということを、まあ小島社長も思われてるんじゃないかなというふうに思いますね。うん。だからまあ、お金は、 本当に建設費として、えー、そんだけかかったのかどうかと。アー通信はもうすでに8000万ぐらい支払ったと、まあ、いうことみたいなんですけども、まあ、それが全部建設費に回っているのかどうかはちょっとわからないです。はい。で、こう、わからないですからね。だからマスコミ各社もうまく削除、司法をしそうしたようですがということなんですが、まあ、ちょっとこれは、あの、不確定なところが多すぎるということなんだと思いますね。まあ、これが、あの、えー、本当にマネロン。 であっね。え、いうことであればですね。まあ、これはもう本当に、えー、しかるべき、まあ、捜査機関なりが、捜査をされて、事件となったら、また報道されるんではないかなというふうに思います。あの、宮内庁の庭園課長の方ね、えー、は、この、それこそ、ウグヤのことを取り扱ってられる、いろんな YouTuber の方の動画でも、えー、まあ、報道されてますけど、私はちょっとね、全然、 わからないんですね。はい。で、先ほど話ですね、京都市民の方々はこれ、どのくらい関心をお持ちでしょうかということは、まあ、一般の市民の方はほとんど関心をお持ちではないというふうに思いますし、えー、この京都府議会なんかでも、まあ、これに関心を持っている人はほとんどいないんじゃないかなと思います。でまだこの実態のことをあまりご存じないからだと思うんです。 ね、これに関して持たれた方はどういうきっかけだったかわかりませんけども、うん、この話聞いていくとなんかもうあのー、そういうこと現実は小説よりいきなりじゃないですけどもえー、ねこんなことがあんのかっていうまあ一つの、まあ、ドラマみたいな、あのー、そういうものですんでね、うんあのー 何らかの形でこれを少しもうちょっと詳しく知りたいなと思う方は関心持たれると思うんですけど、そのきっかけがほとんどの方にまだないということじゃないかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、最後の質問で、ちょっとこれ前の質問と少しかぶってると思うんですけど、えー、興味深い企画です。全国レベルだ。この問題を知らない人が多いですが、京都市民はどのぐらい知ってるのでしょうか していてもあまり深刻に考えていない、えー、あるいは宮内庁が怖くて沈黙、えー、ちょっとここ不正事が多くて分かんないですが。あ、奥野さんかな。奥野さんとあの2 0 0家の言いなりで、そんなにメリットがっていうことなんですけど。うん、いや、まあそもそも知らないそうですよね。<laughs> そう,う背景のね、<laughs> どういう方々の名前が出てくるかとかいうことも、まずご存知ないと思いますよね。はい。うん、はい。 ということであとね、結構あの、えー、質問じゃなくて応援のコメントもたくさんいただいておりますので、<laughs> まあこの件について、えーまあね、またあの引き続き追っていきたいと思います。はい、はい、ということで、あの今日は本当に長い時間ですね、本当にお詳しくいろいろ教えていただきました。いえいえありがとうございました。んませんあり、の、が、ーはいね、私もまず議会で取り上げたのは、先ほどの行政大執行だとか、その費用だとかね、まあそういうことだ わけで、ね、撤去費用のことについてだっ,だってあの。皆さんの、市野さんの視聴者の関,あの関心のは、しかしあの、もう少し違うところに。またさらに奥深いところに。あると思うので、何、あのー、て言うんですか、ご期待に沿えたかどうかわからないんですけれども、<laughs> ええね、このもうすでにね、あのー、私たちの,この、ま、手の届かないところに、この事件といいますかね、は、 言ってるんだなというような気はしますし、うん。私は、まあ、あの、なんていうんですか、あの真相は、あそういう形で、えー、またしかるべきところが明らかにして、えー、公表されるんではないかと。というぐらい、やっぱり悪質な問題ですからね。これ、事件ですからね。というふうに思っております。 ございます、えー。ということで、ちょっと今あの、二の湯さんの方の、ね、チャンネルで今あの、えー、放映しているので、あの最後のシミュレーショはちょっと二の湯さんの,あの、はい、三段活用で締めようかなと思うんですけど、二の湯を止めるな、二の湯は止まらない、<laughs> 二の湯はまだ止まらない。<laughs> 二の湯を止めるな、のるのあえまず二の湯を止めるな、止めるなが来て、はい、そして参照をたずに僕が 二の湯は止まらないって言って、調子がいいときは止まってないだろうみたいなことを言った止めるの、三回行くんですね。はい。はい。はい、じゃそれで締めましょうね。いいですか。はい。ありがとうございます。はい。ではあの皆さん、はい。何ですか？手を星にあ、手を星なんでね。はい。の本当に、はい。二の湯を止めるな。 二の湯を止めるな二の湯を止めるな二の湯は止まらないということで、はい、以上初めて。ということで、はい、しまいましたということで、今日は、ありがとうございました。失礼いたします。さようなら、ありがとうございました。